はい、みんな謎を整理するわよ。こんな早朝から捜査会議しなくてもいいじゃないですか。もう犯人逮捕できたのに。まだだ。物証も出てるし、本人も自供してるし、何か問題でも。何か問題でも。問題だらけだ、この愚民どもが。計画殺人か過剰防衛か、どちらで立件するのかがこの事件の焦点になる。今のままではどちらも決め手に欠けるんだよ。愚民って、お前は古代ローマ帝国の皇帝か。すんません、すんません、口の聞き方がなってなくてすんません。藤森、お兄さんに帰ってもらえ。うわ、朝からすごく険悪な感じ。お前らな、高田が中畑敦子に400万円盗ませた上で死んだふりさせ、その後計画的に殺して埋めたという可能性もあるだろうが、何をたまたま相手が襲ってきたから反射的に刺したなんて自供を丸ごと信じてるんだ。しかし凶器のナイフは高田の自宅から出ましたが、もともとは中畑敦子の持ち物でしたよ。何十万もするアンティーク品です。やっぱり死んだふりがわからん。わざわざ生徒に自分の死体まで見せて。犯罪者や多額の借金を抱えた人間は自分が死んだことにして逃亡することがありますよ。でも彼女は貧困法制、どこにもそんな要素がないわ。そうなんですよ、学校での評判もいいし、家庭環境もいいし、高田さんとの交際も彼女が一方的に振っただけで、それまでの交際は順調みたいですし。保険金の線もないですね。彼女保険には全く入っていない。高田の証言を信じるなら、彼女は教師という職業にストレスがあったようですけどね。理事長の名という立場と周囲からの期待、そういったものに時々重圧感を感じて衝動的なブランド品の買い物をすることがあったようです。でも彼女ほどのお金持ちなら150万円の時計を買っても平気でしょ。失踪の理由にはならないわ。だが11時に彼女は高田を呼び出したんだろう。それは高田の自供通りでしょう。彼女の携帯にも高田の携帯にも失踪当日の16時45分に呼び出しメールが残っていました。どうしてあんたがここにいるのか。なんだそれは。調書を読むと、彼女はナイフを取り出す前に高田にそう言った。つまり彼女は高田を呼び出していない。高田の供述だけだ、信用できるか。けれど全ての要素をつなげるとこう考えられる。中畑敦子にはどうしても自分の存在を消さなければならない理由があった。そしてそれをサポートした人物がいる。生徒を使って自分の死体を目撃させ、強盗殺人に遭ったふりをした。そして失踪した。けれどその人物は途中で中畑敦子が邪魔になった、もしくは最初から本当に殺すつもりだった。そこで中畑敦子と11時に公園で待ち合わせをする。理由は何とでも言える。海外逃亡用の偽造パスポートを渡す。これが一番考えられるだろう。けれどその人物は前もって彼女の携帯で高田を呼び出して鉢合わせさせた。高田に生きている姿を見られては計画が台無し。彼女は高田を殺そうとする。事前に中畑はナイフを持っているのはおかしいだろう。それもその人物が前もってこう囁いておくんだろうね。アンティーク品だろ、自分が買い取りたいから持ってきてくれとか。まあ俺も過剰防衛か潜在的殺意があったかは曖昧だと思う。いずれにしろ彼女が離れていくことを知った彼が発作的に激しい怒りを覚え彼女を刺したんだろうな。筋は通るが、普通の女性が瞬間的に元彼を刺し殺そうなんてなかなか考えつかないぞ。
殺しに慣れていない限り無理だろう。慣れていたのかもね。はあ、助教師だぞ。ジョン・スミスはどうして俺をプレゼント相手に選んだ？そしてどうして急に中畑敦子は失踪しようとしたんだろう。あんた中畑先生に接触した？小野瀬さんは接触していないですよ。咲ちゃんがストーカー被害の話をした時、先生のところに行ったのは私と藤森さんです。した。え、どういうことですか？君たちが中畑先生のところに行ったのは先から話を聞いた2日後だろ。俺はすぐ翌朝に学校に電話した。知りませんでした。ごめん、学校にわざわざ電話したなんて言えなくて。けど生徒に自分の恋愛の不始末を相談するなんてどういう教師だと思って。やっぱり心配だったんですね。俺冷静じゃないよな。モンスターペアレントだな。いや、モンスターブラザーか。うちの妹に下世話な話をするなとクレーム入れたのか。いや、穏やかに女子中学生連続殺人事件の話をした。え、なんで？俺が先生をやり込めて、それで咲が辛く当たられたら困るだろ。だから遠回しにその事件の話をして、あんまり生徒を不安にさせないでくださいねと。それまた不敬らしい気遣いだ。でも電話だけではさほど強い接点ではないですね。おい待て、ジョン・スミスって言ったな。またあいつが絡んでいるのか？まだ家庭よ。中畑敦子の身辺をもう一度洗って、何か重大な秘密があるはずよ。はい。あ、小野瀬さん、こっちこっち。ごめん、待たせて。私の家に来てくれたらいいのに、すぐそこなんだから。今日はお父さんが家にいるんだろ。玄関まで入れてもらえるかどうか。お兄さん、結婚を反対されているの？そしたらさっきはお姉さんのお家にいたらいけないんじゃ。大丈夫、それとこれとは関係ないから。お父さんの中で咲ちゃんと小野瀬さんは全然関係ないの。ごめん、今のセリフはどう受け取ればいいのかな。そうだ、今日は小野瀬さんが咲ちゃんに聞きたいことがあるんだよね。咲、あのな。はい。ケーキ食べる？うちの話があるんでしょ。さっき何でも平気だよ、言って。あの中畑先生のことなんだけど。うん。ショックならあんまり話さなくてもいいんだけど。うん、お兄さんのお仕事の役に立つなら何でも話すよ、聞いて。事件の真相が判明してきて、容疑者に対する事情聴取もそろそろ終わりそうだ。はい。事件関係者として聴取したい。小野瀬さん、言い方が怖くなってるよ。小野瀬さん、あれですよね、少し学校の話を聞きたいだけですよね。ああ、そうそう。そんなに怖いことは聞かないから。女性相手にこんなに不器用な小野瀬さんって初めて見るな。中畑先生のことなんだけど、いい先生だったのかな。どんな感じに？うちの学校の演劇部は中畑先生のおかげで
全国大会に行けたの。サキを演劇部に入れてくれたのも中畑先生。そうなの？先生が推薦してくれて演劇部に入ったの。サキは舞台に向いてるって。サキちゃん美人だし可愛いからね。そんなことない、お姉さんの方が美人だし。どんな先生？指導が厳しい？厳しい。指導が厳しすぎるって PTA から言われたこともあったみたい。でも体罰はなかった。失踪する当日何か言われた？当日は理事長室に呼ばれただけ。でも前日にお兄さんから電話があった。お兄さんは女子中学生連続殺人事件の担当なのかって聞かれた。それでなんて答えたの？その事件を担当している科学捜査官ですって答えた。よくわからなかったけど藤森さんがそんなことを言っていたような記憶があったから。ごめんなさい、言ったらいけなかった？いや、いいよ。それで先生はなんて？すごく驚いてた。小野瀬さん？ああ、ごめん。さき、もういいよ。この話はやめよう。そうだ、もっと楽しい話しましょう。気まずい。さっきドイツの児童文学を読んでるんだって？うん。面白い？うん、綺麗なの。魔法とか不思議な花とか出てくる話。お兄さんも子供の頃そういうの読んだ？小学校の時に。借りて読んでるんだろ？気に入ったなら時間が空いた時に買ってこようか。うん、ありがとう。なんだか少しだけ二人の距離が縮まったみたい。さっきおトイレに行ってきます。どうしました？緊張した。自分の妹なのに。だって中学生といえばガラスのハートだろ。なんだか小野瀬さん少年みたいです。すみませんね。君にかっこ悪いところばかり見せてるな。そんなことないですよ。私は楽しいです。本当？俺はあんまり楽しくないけど。そういう不意打ちはやめてくれないか。そう、意外に打たれ弱いんで俺は。あ、さきちゃん、おかえり。て、手をつなごう。さきも？うん、手出して。両手に花だ。君は本当に予想外の行動をとるよね。なんだか兄弟で君にたらし込まれそうで怖いよ。さき、怖くない。姉さんのこと好きだから。ありがとう。ちなみにこれで間接的にサキちゃんと葵も手をつないだことになるんだよ。
そういう恥ずかしいこと言わないの。いいじゃないですか、二人とも大好きだよ。じゃあ聞くけど、俺たちのどこが好き？あんまり共通点ないんだけど。顔。やっぱり似てるよ。